ファンの応援は届くのかキングピンスを脱退する神宮寺と平野が迎える最初の試練。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。5月22日をもってメンバーのキシユ神宮寺ユ太、タ、野ラノが脱退するキング、リンチェプリンス。 人流児と平野は同日付でジャニーズ事務所を退場するが、ファンはいよいよ迫ってきたその日に向けて、CD を追加購入するなどの方法で応援を続けているようだ。キング、リンチェプリンス18年5月にシングルシンデレラガールをリリースし、CD デビュー。今年5月15日付のオリコン週間シングルランキングでは、 5年前に発売された同 CD が2442枚を売り上げ、4位にランクインしていた。デビューシングルが再び10位以内に浮上した背景について、スポーツ紙記者がこう解説する。ファンがツイッター上でシンデレラガールをミリオンへなどとハッシュタグをつけて、呼びかけ100万枚突破を目指して追加購入に励んでいるんです。 ファンの中には数百枚 CD を購入した人もいるといいます。こうした動きを受けて一部 CD ショップも協力体制に。例えば、都内にあるタワーレコード新宿店のツイッターアカウントは5月10日午前11時過ぎにシンデレラガールの入荷をお知らせしていましたが、午後7時台には完売を報告していたほど、 オリコン週間チャートの締め切りとされる日曜日の14日も同 CD が売り切れたそうです。オリコンランキング情報サービス U 体重で15日付の週間ランキングのデータを確認したところ、累積売り上げは87万4607枚となっていました。ファンはメンバーの感謝を形にするべくデビュー曲を買ってミリオンセラー。 100万枚の記録をプレゼントしたいと考えているのだろう。5人体制が終了する22日までの達成を目標に頑張っていた。なお、15日にビルボードジャパンのサイトが伝えたところによれば、サンドスカンジャパンによる CD シングル売上レポートから23年5月8日から5月14日の集計が明らかとなり、 キングプリンスへのファーストシングル、シンデレラガールがミリオンセールスを突破した、とのこと。オリコン発表の数字とは異なる、もののひとまずファンの努力が実ったわけ。今後、二人でグループを続ける橋山、長瀬角にとって大きな励みになるかもしれない。一方で、退場を控えるメンバーのテレビ出演に関して、吉報が舞い込んだ。 平夜は、18日に放送される、ぐるぐるナインィナイン、日本テレビ系、ナイの名物コーナー、こっちになります。にゲスト出演が、決定。神宮寺は20日の、満天星青空レストラン、銅、騎しも同日放送の、あーみんなの動物園、銅、に登場するという。3人の脱退を前にキング、リンチェは今年1月より4ヶ月連続リリースを実施していましたた。タップ その締めくくりとなったベストアルバムミスター5・後4月19日発売の宣伝期間も終わったため個人でバラエティのレギュラーを持っていない神宮寺アンヘイヤは特にテレビ露出が減っていたんです。ネット上のファンは日テレありがとうと歓喜しています。いずれの番組でもキングプリンスル のゴールで二2時間スペシャル20日放送を PR しているのでしょう。前でスポーツ上記者。今年秋にジャニーズを退場する騎士は、VS 魂グラデーション、富士テレビ系のレギュラーであり、ザ・鉄腕・ダッシュ・日テレ系のロケにも不定期で参加している。騎士の場合は秋まで各番組で見られる可能性はあるが、神宮寺と平野がソロでバラエティに出るのは、 退場前最後になるのかもしれない。平野と神流児の今後のテレビでの立ち位置はそれぞれ、ぐるぐるイン、満点星青空レストランでの反響にかかってくるだろう。キング、リンチェプリンスドットイン不安を吹き飛ばすような輝かしい活躍をファンたちは願っているアーテイル。フライデーデジタル。羽生血源プロフィール宮城県出身。 2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平小オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。